AC 長野パルセイロ。AC 長野パルセイロ。AC 長野パルセイロは、日本の長野県長野市、須坂市、中野市、飯山市、選曲市、坂城町、小布施町、高山村、山内町、木島平村、野沢温泉村、品野町、飯綱町、小川村、栄村、久市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブ。 1990年創設の長野エルザサッカークラブが前進。2007年に AC 長野パルセイロに名称を変更した。AC はアスレチッククラブの略、パルセイロはポルトガル語でパートナーの意味であり、地域社会とクラブがパートナーとして共生する地域密着共同型スポーツクラブを目指すことを意味している。運営会社は株式会社長野パルセイロアスレチッククラブである。 クラブカラーのオレンジは長野県旗の色であり、紺色とともに長野県国体選抜チームのユニフォームカラーでもある。クラブエンブレムは、旧称のエルザに由来するメスライオンに長野のシンボルであるリンゴの花をタイで組み合わせてパートナーの意味を表している。ホームスタジアムは南長野運動公園総合球技場長野ススタジアム、詳細はスタジアムを参照、練習場は ちくま川リバーフロントスポーツガーデン、選挙区市サッカー場である。ホームタウンは、準加名商人事は、長野市一市であったが、J リーグに入会した2013年11月に、長野地域、北新地域にある四市と西名郡、上高井郡、下高井郡、上美の地郡、下美の地郡の10町村を加えた15町村、長野市、須坂市、中野市、飯山市、選挙区市、 坂木町、小布施町、高山村、山内町、木島平村、野沢温泉村、品野町、飯綱町、小川村、栄村が2016年6月に作詞が追加され16市町村となった。マスコットキャラクターはライオンをモチーフとした大王、パルル、大とパルパパ博士である。1990年、長野県長野南高等学校サッカー部 OB を 中心に、長野エルザサッカークラブとして発足し、同年の長野県北新リーグ、長野県地域リーグ決勝大会を優勝。長野県リーグ昇格入れ替え戦も勝ち上がり、長野県リーグへ昇格した。エルザは1996年に長野県リーグで優勝し、北新越フットボールリーグに昇格した。北新越リーグでは、松本、金沢、ジャパンサッカーカレッジ、 JSC らと争い、2002年に初優勝。全国地域サッカーリーグ決勝大会、以下、地ケに初出場している。2004年には、全国社会人、サッカー選手権大会、以下、全社、天皇杯に初出場するが、いずれも、初戦で敗れた。2005年、支援組織として、アスリー長野が発足した。2006年には、チームフロント内の、 長期的視野に立ち、地元出身者を活かし、高いレベルの指導者により、選手を育成しながら、J を目指したいという考えから、イラン代表元監督のバルデール・バドゥビエラが、監督に就任。ヨーダ・一、テフ・のブ・ヒロの2人のプロ契約選手の獲得や、天然芝グラウンド、チク川リバーフロントスポーツガーデンへの練習拠点の移転、クラブハウスの設置、さらには、 選手が半日就労後に行う二部練習の体制等を発表するなど、ビエーラの方針に則った練習環境の整備が行われた。2007年1月15日に運営組織を株式、会社化、また商標登録の関係から新たなクラブ名を公募し、名称を長野エルザサッカークラブから AC 長野パルセイロへ解消。2008年2月には長野市、 選挙区市、須坂市、中野市の4市や、競技団体など30団体で構成する、ホームタウン長野推進競技会が発足した。クラブは2008年の北新越リーグ及び第44回前者で、優勝するが、第32回全国地域、サッカーリーグ決勝大会では、1次ラウンドで2戦を、終え、グループ首位、3戦目は p k 1勝利以上なら自力で、 PK 戦で敗れても次の試合の結果次第では、決勝リーグ進出という条件下で前半途中まで2から0とリードしながら、その後3点を取られ、逆転、結局グループ3位となり敗退した。翌2009年も、北信越リーグでは、ジャパンサッカーカレッジに次ぐ2位で、JFL 昇格はならず、ビエーラはシーズン終了後に退任した。ビエーラの後任には、 コーチから札川良洋が昇格した。2010年シーズンは JSC から移籍してきた諏訪雄大や宇野沢雄二の活躍もあり、北進越リーグを無敗12勝2分で制す。9月の鈴木正和、ジュビロ岩田元監督の強化本部長就任を経て続く第46回前者。 第34回チケツを共に準優勝し、同年12月8日に日本フットボールリーグ、JFL 理事会で JFL への入会が承認された。JFL 昇格初年度、リーグ最小失点、27失点、13試合連続無敗、前期第16節後期第9節、東日本大震災で順延となった8月17日の、 前期第4節と8月21日の前期第5節も含むといった記録を残し、佐川氏が FC に次ぐ2位の成績を収めた。長野県サッカー選手権大会、天皇杯長野県予選は準決勝より出場、上がジェンシャンを破るが決勝で、松本に PK 戦の末敗れた。2月に J リーグ準加盟の審査を受け、同年7月23日に J リーグ、 準化名クラブとして承認された。なお、ホームスタジアムとして登録した、南長野運動公演総合球技場が、J リーグ企画に満たないため、J2 ライセンスの申請をせず、J2JFL 入れ替え戦への出場は見送られた。2012年シーズンはビファーレン長崎に次ぐ2年連続の2位。第92回天皇杯は、県予選決勝から出場。 アルティスタ・東美を下し8年ぶりに長野県代表として出場し、2回戦で J1、札幌に PK 戦で勝利した。シーズン終了後に、札川が監督を退任した。徳島ボルティス元監督のミノ直彦が監督に就任。開幕後連勝でリーグ戦をスタートし、一時3位に交代するも、第9節から第32節まで24試合連続無敗。 そのうち、第26節から第32節まで7連勝、おろく。第26節終了時に、かまたまレ・サヌキに代わって首位に浮上し、第32節、ブラウブリッツ秋田戦に勝利して、初の JFL 優勝を決めた。同年11月19日には、日本プロサッカーリーグの理事会で、J リーグへの入会と、2014年の J3、リーグ参加が承認された。 第93回天皇杯の2回戦で J1 名古屋グランパス8に勝利。3回戦で J2 ギラバン月田九州に PK 戦で勝利してベスト16に進出した。なお、4回戦は J1 横浜 F マリノスに延長戦で敗れた。見延べ体制2年目。藤田晋、平島隆史、筒見隆弘、鯨岡雄太、ほ、戸田春彦、木下正隆。 小川博が対談した一方、甲府から、元日本代表の伊藤テルエツ、栃木 SC から勝又慶店、町田から向井真一を完全遺跡で獲得。シーズン途中には、山田明平を長崎から期限付き遺跡で獲得した。リーグ戦は2位の成績で、J2J3、入れ替え戦に回ったが、1分1敗の成績で、J2.21 位の釜玉れさぬきに敗れて、 J3 残留が決まった。第九十四回天皇杯は二回戦で、J2、千葉に敗れた。見延べ体制三年目。騎手、深夜、野沢健一、高野光平が引退、松尾翔吾、川辺裕樹、田中啓太、下村祐太、畑田巻、川辺良介がチームを去った。補強は、長崎から金久保綾、相模原から菅野哲也、森岡から土井亮太。 京都から内野隆を完全遺跡で、岡山から戦国連合を期限付き遺跡で獲得。サメ島京都の期限付き遺跡期間が延長され、山田明平が期限付き遺跡から完全遺跡に移行した。リーグ戦開幕直前に、福岡から三永雄也を期限付き遺跡で獲得。リーグ戦開幕後は、パクゴンが福岡から、近藤雄介が北九州から、近親栄が、 富山アイパークから加入、無理路アルメーダーを大分から、7月2日、契約解除、幼いキアを札幌から期限付き遺跡で獲得した。一方で、吉田実情とが、三帯は越谷遺跡、平岡進号が沼津、高啓すぐるが森岡へ期限付き遺跡、井上勘太が退団した。また、8月5日、三延監督が健康上の問題を理由に監督を辞任。 後任には江藤元ヘッドコーチが就任した。リーグ戦は昨年同様昇格争いをしていたが3位となり、昇格はならなかった。第95回天皇杯は2回戦で J1、神戸に敗れた。また、シーズン最終戦にてマスコットキャラクター、ライオンがお披露された。シーズン終了後、江藤が監督を退任、大橋をし諏訪雄大が引退。 サメシマコ高橋俊夫都市、土井良太、金信栄、向井慎一、伊藤テルエツ、三長優也、幼いキ也が対談した。監督に、福岡のヘッドコーチだった、三浦文武が就任。補強は、群馬から多田良介、大分から坂田昭広、新田智幸、岐阜から関田博史氏、横浜 FM から天野隆長崎からあずまひ柏から三浦達樹、 松本から塩沢正和を完全遺跡で、長崎から薄井鉄平、愛媛から渡辺良太を期限付き遺跡で獲得。期限付き遺跡から高啓優、る、平岡進豪が復帰、戦国連が期限付き遺跡から完全遺跡に移行した。開幕後、ジョニー・レオーニガから加入。橋本秀夫が新大阪から、コンハードがトンベンセーフ C から期限付き遺跡で加入。 一方、平岡進豪が岩き FC へ、パクゴンが群馬へ、近藤祐介が相模原へ、金久保彩が鹿児島へ、高木償がブリオベッカ浦安へ、期限付き移籍、薄井鉄平が長崎へ復帰。リーグ戦は昨年と同じ3位。天皇杯は3回戦で、J2、横浜 FC に敗れた。シーズン終了後、三浦が監督を、神野が、 強化部長を退任した。金宇駅、現役引退、山田明平、ジョニー・レオーに、鹿児島駅限付き移籍していた、金久保綾、相模原駅限付き移籍していたが、近藤祐介が、契約満了で、渡辺良太、橋本秀夫、コンハードが、期限付き移籍期間満了で退団、三浦達が、岩田、千国連、多だ良介が、栃木 SC へ完全移籍。 期限付き移籍していた高啓優、浦安、浦安、白ン、群馬、平岡進豪、岩木 FC は完全移籍で退団した。新監督に昨年まで鹿児島の監督だった浅野哲也が就任。また元監督の美野部直彦が GM に就任した。補強は北九州から安倍信幸、荒井淳平、寺岡正宏、鹿児島から武田大、富山から三上洋介。 岡山から小林修正、京都から岩沼俊介、国領一平、名古屋から元日本代表名人、友和、YS 横浜から野崎正也を完全遺跡で、東京 V から大木昭を期限付き遺跡で獲得。開幕後、京都産業大学の前田優斗が新加入、水戸から万代博己を期限付き遺跡で、山口から岡本秀也を完全遺跡で獲得した。 開幕に連勝で、第二節終了時に、暫定首位となるも、直後に連敗し、J に昇格権となる2位以内から、脱落、結果的に昇格権に入ったのは、第二節終了時のみとなった。十一月九日、第三十節のアウェー藤田ミベック戦に四の2で、敗れ、同節終了時に2位に浮上した、ブラウブリッツ秋田との勝ち点差が残り四試合で十三に開いたため、 この時点で2018年の J2 リーグへの昇格の望み立たれた。ホームスタジアムは長野 U スタジアムである。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは、エジ長野パルセイロの年度別成績一覧、年度別入場者数を南長野の改修に関しては、南長野運動公園総合球場、改築工事に至る経緯を参照のこと。2005年に、 全身の長野エルザジュニアユースとして設立。2013年現在 U-15 長野県ユースサッカーリーグトップ一部に所属し、同年第22回長野県クラブユースサッカー選手権大会 U-15 で優勝った。U-10、U-12 世代を対象にパルセーロサッカースクールを U-6、U-8 世代を対象に シナのグランセローズと共同で設立したニコスポーツアカデミー、ニコスポーツアカデミーでの指導を行っている。また上記とは別に長野市を中心とした北進、東進地域の幼稚園、保育所、小学校などでの指導も行っている。AC の名前の通り当たりクラブは J リーグ100年構想による総合型地域、スポーツクラブを目指しており、サッカークラブ以外に 下記のスポーツクラブがパルセイロとして活動してる。前述の通りパルセイロのブランドネーム、チームカラーであるオレンジ色クラブエンブレムのエルザのロゴマークの共有はあるが。AC 長野パルセイロアイスホッケーチーム。2008年にまず中学生のチームを立ち上げ、現在は U-12、U-16、U-18 及び社会人チームと、 各年代層のカテゴリーマイナスのチームをありている。2016年4月に、新洋食品バドミントンクラブが AC 長野パルセーロバドミントンチームに名称を変更した。現在男子チームがバドミントン、日本リーグのチャレンジリーグに参戦中、2部である日本リーグへのステップアップを目指している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。